カニ好きですか？カニ好き、カニ好きだけど、はい、なかなか食べる機会がない。はい、まあ、そうですよね。そう。大阪の、大阪。その、道頓堀っていう、まあ、よくなんか、阪神が優勝した時とかに飛び込む橋あるじゃないですか。グリコとかあるとこ。そうです、そうです。あそこのところに、うん、カニ道楽っていうでっかいカニの、オブジェクトが、うんうん、貼っ付けてあるお店があるんですけど、うんうんうん、そこのお店の前にそのカニの足のなんか、ま、丸焼きみたいな鉄板焼きみたいなのが500円とか600円で売ってるんですけど、それ大阪行ったらぜひ食べてみてください。美味しそう。めっちゃ美味しいんで。そうで、そのなんかカニ道ちょっと行きたい、行きたいな、行きたいな、何かのきっかけで行きたいな。一人で行くの寂しいな、行きたいな。はいはい。それまあオフコラボなんですけど、あ、ほうほうほう。そう、一回そのもやしばラジオに呼んでいただいた時に、うん、これオフコラボオフでやるんでって言った時に、いやすいません、僕オフ無理っすって言って、うん、オンラインになった時があるじゃないですか。うん、そう、まあ、だからそれはまあちょっと心残りではありますけど、今後はまあもしなんかねあればいいですね。何があるんだ。まあ、なんか何かしらがあればおコラボ、はい、の、まあ、今なら目を合わせなければ、はい、まあまあいけるかな。 目合わない、うん、最初から最後まで目が合わない。 目どころか多分もう愛蔵さんを見なければうん、そうそんな悲しいな。だから右目の視界の縁に入ってるなぐらいなら、まあ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 、あるのかな。なんで何？目合うとどうなるの？目合うと爆発する。え、怖い。そう、赤メッシュがね膨らむ。え、怖い。そう、なるほど。それはじゃあ命に関わるの。そうなんですよね。あ、はい、よろしくお願いします。じゃあ次回の配信ですね、はい、次回は、次回は12月の今日付変わって11になっちゃったから24、え、これさ、待って、12月の24です。これ来年とかじゃないの、これ。え、だって隠し部だったらこれ12月の24、あれじゃないかな。この日って何の日だっけ。出たね、これこれ来たね、これこの日って何の日だっけ。俺実は俺ね、先週ぐらいに気づいてました、これ。あ、本当に。うん、先週ぐらいに気づいてました。どうなるんだろう。もう全然やろうかなって思ってたんですけど。愛蔵さん、でもさすがに予定あるでしょ、さすがに。いや、ないないよ。だってこのカメラジのために火曜日は開けてるもん。イブだぜ、愛蔵さん。大丈夫、本当に。うん、大丈夫だよ。え、なんならちょっとスタジオ行こうかな。スタジオ行って配信しようかな。せっかくのイブだし、いや、スタジオに行って配信しようから。あれ、アッキーナ来ない。出たわね。まあね、一人でね、家にいてもしょうがないから、ちょっとスタジオでも行こうかなっていうことを思ったんだけど。え、でもさ、24、さすがにスタジオも誰か撮ってるでしょ。クリスマスだし、イブだし。あれ、アッキーナはじゃあ予定があるのかな。ナイス、ナイス。いや、だからスタジオが空いてるわけないじゃん。だってスタジオ、え、ちょっとスタジオ、え、ちょっと確認取ってみたい。そうそう、24のスタジオ、ちょっと今スタジオの空き情報ちょっと待ってる。うん、ちょっと待って、まさか誰か撮ってるって。イブだもん。無理、そんな都合よく空いてるわけない。これだね、24。あ、空いてますね。開いてますよ、24日開いてますよ、スタジオ。え、ちょうどいいんじゃないですか。え、やるか、やるか。え、待って、やるか、ハイゾンさん。待って、24でしょ。24です。やるか。じゃあいいよ、やろうよ。じゃあ、本当にオフね、24でしょ。え、うん、いいよ、いいよ。そっちがその気なら俺、ハイゾンさんにプレゼント買ってくから。じゃあ、マジだ、プレゼント買ってくから。なあ、アイドルも買ってく。お、いいね、プレゼント交換しよう。じゃ、交換する。うん。
で、あのケーキ食ってゲームしよう、24じゃ。あ、いいね。ちょっと、待って、本当にみんなどうしよう、みんなどうしよう。予定はないし、予定はないし、ね、ついに、これ、あ、でも当日目合う、大丈夫、目合わせてくれる。いや無理、あの多分そのなんかダメなんだ。あの配置を、そう、モニターの配置などをちょっと変えてもらおうかなと思ってるけど。お前ら覚悟しとけよ、24日マジで開けとけ。せーの、メリークリスマス。イエーイ。わあ。うえ。お前らどんだけ盛り上がってんだよ。別に今日そんななんか。壁が喋ってる。やばい。ああ。壁が喋ってる。メリークリ。いや、メリークリスマスも皆さん。これ、どうします？自己紹介します？あ、どうぞ。あ、どうぞじゃない、自分はすんだ。やってもいい？お願いします。どうも、キラが、すごいなんか緊張、なんか、なんだろう、この緊張感、伝わりますか、伝わりますか、皆さん。あ、すいません、はい、三枝明と申します。まだ、相園さんの、首から下しか見てません。ちょっと下しか見てません。ちょっとお願いします。あ、でもちゃんとピンク髪でした、皆さん。はい、ちゃんと素敵な、はい、何言ってんだろう、俺何言ってか分かんなくなっちゃった。やばい。自己紹介どうぞ。はい、皆さん、メリークリスマース。未だに目を合わせてくれませんずっと隣で笑ってます。はい、そのまなみです。よろしくお願いします。なんだろうね、これね。なんだろうね、あのさ、ほら、みんな言ってるよ。ほら、あ、そっちも食べたいな。言うと思ったよ。言うと思ったよ、それ。よいしょ。これみんなに言っていいのかな。ん、何が。じゃく。これめっちゃ、うわ、これめちゃくちゃ恥ずかしいね、これ。お母さん、俺を産んでくれてありがとう。よし、行こう。なんで死ぬみたいな。じゃあ、開けて口。行くよ。何やってるんだろう、俺。どうですか、お味は。どうですか。今まで食べたタルトの中で一番美味しい。言うとりますわ。言うとります。うまいね、アイソンさんは本当に。ああ。よし、ちょっとこれは配信終わりにまた食べましょうかね、じゃあ。こっちも食べる？いや、あの、お腹いっぱいなんで。お腹いっぱいなんで。お腹いっぱいなんで。こっちも食べる？うん、お腹いっぱいなんで大丈夫です。本当に？はい、うん、お腹いっぱいなんで。もう食べさせてあげるけど。いや、もうあのゲロ吐きそうなんで。いろんな意味で。いろんな意味でゲロ吐きそうなんで。わかりましたよ。でもちょっとナスちょっとナスも食べてみたいな。じゃあ。吐いてもいい。はい。ああ。さあ、お味は。あのね、何も味を感じない、たぶん明日の朝ぐらいに明日の朝ぐらいに、ああ、そういえばそんなこともあったなって思い出す。今はちょっと、すいません、無味無臭、すいません、これに関してはちょっともう、動機が止まらない。今ね、背中びっちょびちょじゃないの。背中と脇びっちょびちょじゃないの。よかった、今日黒い服着てなくて。汗染みが染みるとこだった。ぶねマジ助かった。よし、じゃあちょっとね、はい、アイゾンさん、そうだ、これね、引き続き食べようかと思ったけど、そうだ、そう、あのね、うん、まあ今日クリスマスやん。はい、クリスマス行ったら、まあクリスマスプレゼントやん。はい、買ってきたんですよ。持ってきました。買ってきましたよ。アイゾンさん買ってきたの？買ってきたよ。あ、本当に？いや、だって交換するって言うから、ちょっと取ってくるね。ちょっと待ってて。いや、俺はもう持ってきて。でもね、海蔵さん聞いてよ。聞きましょう。プレゼントね、あの、よいしょ。はい。プレゼントね、なんか海蔵さんに、はい。よいしょ。これなんか一瞬一からのあれが出てる。一瞬消えたんです。アイゾンさんに、うん、なんか何をプレゼントしようかなって考えた時に、うん、もうこれしか思い浮かばなかった、俺は。お？うん、最初から。お？死ぬほど真面目。お？え、どうする？あの、どっちから行く？どうしよう。どっちから行く？どうしよう。え、アイゾンも真面目だよ。
じゃあ、藍園から行こうか。全然ボケってないんだよな。藍園から行くわ。こっちだな。わー、はい、ありがとうございます。メリークリスマス。ありがとうございます。これ、もう開けていい？これ。どうぞ。見ていい？なんだろう。わー、すごい。かわいい。めっちゃかわいい包装をしてある。ケーキ、買ってきたケーキ、こちらでございます。こんな感じでした。左が梨のタルトで、右が俺が食べてたイチゴのチーズタルト。めちゃくちゃ美味しかったです。美味しかった。この後も食べます。FLO、フロ、フロにぜひ行ってください。よし。ラビアンローズって言うんだ。あ！はい。これは。はい。藍園さん、これもしかして今つけてるやつでしょ？あ、違う、こっちは全然違う。全然関係ないやつ。ブレスレットだ。ブレスレットっていうの、これは。チョーカー兼ブレスレットみたいな。あ、チョーカーにもなるんだこれ。なるほど。ちなみにそれ、あの、うん、ロゴが。ロゴ？ロゴって何？あれ？ロゴって何？どうやって？お？お？お？読めない。しまった。しまった。英語が読めない。あ、これビビアンって書いてる。あ、うん。ビビアン・ウェストウッド&、はい、カウンドカウンコンコンダスティですでララロンドンって書いてる。真ん中にもビビアン特有の。本当だ。そう。ビビアンといえば。ビビアンの高いブレスレット止まった。めちゃめちゃいいもんもらったわ。はい、もう宝物、一生の宝物、GG。犬の首輪です、これは。はい、首輪です。ありがとうございます。ちなみに今、藍園もこう右腕にチョーカー別のやつだけど、ビビアンのじゃないけど、つけてて。待って、ビビアンって結構すんじゃないの、値段。値段の話はやめようよ。値段の話はやめようよ。申し訳なくなっちゃって。そういうんじゃないよ。申し訳なくなっちゃってさ、今ちょっと。プレセットってそういうんじゃないよ。そうだね、そうだ、そうだね。ごめんね、なんかちょっと今、すごい現実的な音になっちゃって。ほら、アキラチョーカーつけてるじゃん。そうだね。うん。写真撮らせてるかしら。ね、なんかチョーカーいいなって思って。なんかちょっと、なんかめちゃめちゃいいもんもらったしね。あれ、若干あれなんだけど、ちょっとまあ俺のも、じゃあぜひ。お。よいしょ。さ。いやね、藍園さん、あの僕らの共通点って何だと思います？え、共通点？まああんまないじゃないですか、共通点って。うん。そう。え、なんだろう。うん。え、なんだろう。これ今ここにヒント出てる？出てない。何も。なんだ？いやもう、すいません。僕らのまああれなんですよ、やっぱあの共通点ってなるものはもう一個しかないなと思って、はい、もうこれしかないなと思ってこれ買ってきた。はい。かわいい。ありがとうございます。もう放送が可愛い。赤が赤。これあの配信中にも話したんですけど、うん、あのプレゼントラッピングしてくださいって言われたら、うん、彼女さん宛てですかって、いや同僚ですって言ったんだけど、同僚です。聞かれるよね。共通点女の子って言われて。なんかちょっとね、全然そんななんかこう何あの高いもんでもなんでもないんだけど。いや全然なんかもう値段じゃないから、前にもベストパートナーの時にも。うん、言ったけど、そう、藍園のために選んでもらってるものが一番嬉しい。でも俺藍園さんにプレゼント買うとしたらもう絶対これだなって思ってた、うん、これはもうこれはもうてかもうロゴでわかるよね、うん、うん、これは開けていいよ。いやー、マジかー、オープン、かわいい。そうです、あの言っていいよ、それ。あのね、うん、時計をいただきました。こっちも開けて、こっちも。え、こっちも開けて。なんで、なんで、なんで。こっちも開けて。え、これね、え、あのね、あれ、ペアウォッチなんですよ。え、待って、あのメンズ用とあのレディース用あるやつを買ってきた。結構マジで店で1時間ぐらいバーって見て、一番これが可愛かったからこれにした。ありがとう。じゃあこれも写真撮ってもらおうかな。ありがとう。すいません、これもちょっとお願いします。かわいい。ペアなんでちょっと。マジか。そう、まあそう、僕らの共通点は、まあ、同期であるってことだから、まあ、時間がね、うん、やっぱもう歩んできた時間が一緒ってことで、まあ、これからもちょっと同じ時間を多分歩んでいくことになると思うからということで、いやオッチなんですけど、え、もうそう、まあ、待って、まあ、時計だったらさ、そんななんか身につけなくても、まあ、家に置いとけるかな、いいかなと思って。いや、身につけますよ。そうで、なんか俺今日なんかさりげなくつけていこうかなと思ったんだけど、まあなんか今こう、やぶつ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 、これからもよろしくお願いしますっていうことで、ありがとう、はい、でね、あの一個、はい、そのあのね、あれなのが、あの時計ちょっと、まあ、メタルの時計で、革の時計じゃない、なんかこうサイズの調整をしなきゃいけないんだよ、はいはい、